ルトラファクトリーを乗っ取った明和電機、追放された矢野部賢治は今への明和電機ファクトリーとなった工房への潜入を決意する。しかし潜入に成功した矢野部が目にしたのは恐るべき計画であった。矢野部賢治の代表作ジャイアントトライアンの弾を巨大なオタマトーンに取り替える GO ファイヤー計画。それでは皆さん、矢野部賢治が作ったジャイアントトライアンの起動システムの改造に成功しました。この指パッチン木魚のエネルギーを起動システムにつなげばジャイアントオタマトーンが動きます。システムが暴走しました。退避してください。爆発まであと3分。マジかよ。タンク内に異常が確認されました。自動復帰、うまく電源ユニット、電圧上昇、減圧システム起動失敗。安定化装置に失敗しました。爆発まであと30秒。9 8 7 6 5 4 3 2 1 0。ごときがDon't touch me。 クール帰り来る
外背中に太陽を知ってる限り、夜忍び夜日が暮れる、火花散る骨折れるトロピカル、元気とつの予感。でもやっぱり二人で